箱入り息子です。本日はですね、引っ越しも終わって、はい、その自分たちの家具も届き始めているということで、家電、洗濯機とか、あの電子レンジ、冷蔵庫、あとなんだろう、掃除機、まだ買ってないじゃん、この家。買ってない。だから、この4人で、男気じゃんけんで。嘘でしょ。でも、一気にじゃないから。ああ、一気に言ってる50万ぐらいですよ。運が悪かったら、全部。運が悪かったら、全部。じゃあ、運いいから。男気じゃんけんで。それでは、家電売り場に移動しましょう。せーの、いくだに。はい、今家電エリアに着きました。いいよ。うわー、いいね。で、これからね、あの欲しい家電一つ一つ見てって、じゃんけんで。ちゃんとお金用意してきてる。みんな用意してきてる。3分くらい。ちゃんと下ろさせるので大丈夫。はい、とりあえず見ていきます。本当はテレビを今日買う予定なかったんですけど、いい感じの値段で、この50という大きいから買っちゃおうか。買っちゃいましょう。じゃあお願いします。ということは違います。あのですね、はい、あの本日買うということはですね、はい、あの買うということですか。わかりますよ、ね、何が生じるんですか。男気じゃんけんに生じますから買った方が全額で、せーの、男気じゃんけんじゃんけんぽい。みんなありがとうございます。あの、いつもあら、やる気に行こうかな。やった本当にテレビただや。これに決まりました。はい、これ勝って決まるね。ということで、まあ電子レンジだったらまだあの、まだかすり傷ぐらい。あと洗濯機と冷蔵庫だから。じゃあ行きます。勝った人だからね。勝ちたい。払いたいやんな。いくよ、せーの、男気じゃんけんじゃんけんぽい。あいこでしょ、あいこでしょ、あいこでしょ。あー、よっしゃー、楽しみ、楽しみ。買いたかったよ、買いたかった。みんなを温める、温める、温める。男気じゃんけんぽい。うわ、悔しい。あれ、嬉しい。温めたかった、温めたかった。はい、あの、私が皆様を温めさせていただきます。ファミリー用。はい、では洗濯機が決まったので、じゃんけんをしていきたいと思います。お値段が162,800円ということでね。かっ、マジだよ、一人ですもん、ね、やばいってほんまに生きられへん。でも買いたい。行きましょう、せーの、じゃんけんじゃんけんじゃんけんぽい。あいこでぽい。あー、最悪。悲しいな。やったやったせーの、男気じゃんけんじゃんけんぽい。うわ、買いたかった買いたかった買いたかった。なんかラーメンあるんで、パリコレ、パリコレかな、パリコレ。いいなぁ。あ、ちょっとミスター出てました。どうも。洗濯機が、さっきのが在庫がね、なかったんでこっちになりました。これも可愛いですね。めっちゃ便利なんで、真空してくれるとしかなく。はい、冷蔵庫も決まりました。安い安いということで、あのこちらの方も男気じゃんけんで決めていきましょう。はい、せーの、うん、男気じゃんけんじゃんけんぽい。はい、これほい。いいやっしょ。あー、よっしゃ、よっしょ。待て、はい、あ、こちらです。はい、ついてきてもらっていいですか。あの、いいミストを浴びれた気がします。はい、掃除機決まりました。はい、こちら、そのダイソンの真ん中のやつ、なんか立てかけれる。ダイソンって普通こういうのついてないんだけど、白いのが立てかけれるやつ、ついてるタイプのやつですね。じゃあ、じゃんけんにしましょう。はい、7万円。うわ、まだ1回も持ってないから。いくよ、せーの、男気じゃんけんじゃんけんぽい。はい、行くでしょ、はい、行くでしょ、しょ、しゃ、最悪、しゃ、最悪。マジで、でも一番掃除機への思いは強かったので、もうずっと欲しい欲しいって言ってたから、もうこれ嬉しい。はい、買い物が終了しました。持って帰れるのは今日はこれだけなんですけど、他にテレビと、あと冷蔵庫と洗濯機かな。結局いくら、港が71,200円。
で、うん、ヨガとコタがなくて、それがそのコタとのテレビも含めて33万見て、話しかけるだけでいけるんだよ。コタ一回やってみて。 OK、 番組表見て、ほら、すげえ、すごくないこれ。これ、すごいよね、逆に話しかけるじゃん、家で。だってでもさ、5番だったら1個なんだよ。